おお、これさ、陽光にするべきだったね。そう、わしも今思った。ガバを見つけた。あ、本当だ、ガバだったね、今。危ねえ。危ねえ。危ねえ、気づかれるとこだった。ハニカムをつけた後に斧を使ってみると、それハニカムついてる。早かったね。もう2回やったから、今の。いや、できてない。逆、クリック逆。いや、1回やった上で2回目やってたから。できてない、できてない、できてない、できてない。え？いや、できたよ、できたよ。さっき出たよ。俺がクリックした時。一回出たよ。今はできないけど。あ、お、待って、俺がタイミング、あ、タイミング誰かと一緒だったってことか。いや、お好みさっき左クリックして壊そうとした。あ、違う違う違う。いや、一回やったんだよ、俺、そかん時に。やったやったやった。もうあれだよ。今、もう一回ハニカムした。多分タイミングが一緒だったからできなかったんだよ。物持ってるのお好みだけだったよ。いや、全部持ってる。その前に持ってなかったよ、その前。え、俺一回やった時、あ、出たよこれだって。ま、いや、落ち着こう。落ち着こう。対面しなきゃダメだっけ。あれそうだ、めっちゃ、めっちゃ。あ、やってみるね。あ、できるんだ。そうそうそう。大変だ、全部綺麗になっちゃう。炎でも剥がせる。え、炎でも剥がせるんだ。そうそうそう。知らなかったー。繋がってないと、電気が流れないのかなっていう感じで。なるほど。これ知らなかった。こっちは知ってた。情報にムラがあるな。そうだね。なるほどね。駆け足で結構作ったから。では、じゃあ次行きましょう。はい。ね、マックロイブロックたくさんならそっちじゃない。いや、ごめんなさい。基本左からお願いします。マックロイブロックたくさん並んでると思うんですけど、これ、新相関です。はい。はい。はい。持ってもらったら分かるんだけど、ちなみに、この横のブロック、同じブロックじゃないっす。ちょっと違うね、確かに。そうだね。何かちょっと違う。誰か予想できますか、これ何か、名前。荒いやつ。ああ。荒い新相関みたいな。お好みの。荒い新相関。ひび割れたとか。ひび割れてねえな、でもこれ、見てる感じ。じゃあまあ、ユースコはなんか、想像つく。コンクリート。あ、あるな、別に。あるな、別に。あるんだ新相関の丸石っていうブロックになる。ああ、はい。丸くないじゃん。うん。それはもう、まずいじゃん。初めて見たときから思った。例えば、新相関の説明はちょっと足りてなかったかなと思うので、話させていただきたいと思う。新相関自体は、まあ、石の代わりに置かれるブロックとして出たんだけど、高さが低いところ、深層って名前だから、まあ、16とか17以下ぐらい、ダイヤと同じ高さぐらいのところで、まあ、石と代わりにちょっとだけ変わって生成されるようになったブロックですね。これがちょっと説明しなかったなと思ったので。採掘自体は逆にキピッケルだとダメで、石ピッケル以上になってますね。へー。石と違ってキピッケルじゃ会社ができない。なるほど。感じだったんです。で、まあ、クラフトのバリエーションでだんだんちょっとこう右に進んでいくんですけど、これが丸石。で、丸石だと階段と、ハーフブロックと、塀。逆にね、普通の新相関にはないんですよ。ああ、そうなんだ。これなんか銅のやつも一緒で、なんか新しい基本のブロックにはまずないっていう、謎のね、決まりがあって。で、これが、磨かれた新相関になります。まあ、新相関自体は焼いて作ることができる。はいはい、はい。なるほどね。はい、これが磨かれた人がね、この辺が、まあ、よく見たレンガですね、深層岩、レンガ、これも階段とハーフと塀が。深層岩全部そのふんなんか濃い色になるだね。そうだね、黒っぽい、うん。前ね、なんか黒い石が追加されたはずなんだけど、また黒い石追加されちゃったね。一応、一応、置いてみる。こいつとか結構似てるよね。あ、そいつ似てるね。あれれー。あー、まあ、そう。似てるね。真っ黒、灰色みたいな。意外と違うっていう。みんなどっちが好きですか？え、俺上のが好き。俺下。割れてるな。お好み上？うん。ユズポンは？ユズポンは黒は嫌い。黒は嫌い。はい、これは。でも下かな。いや、うん、下だな。微妙な賛否。俺が紫好きだから紫上の方が好きなわけ。ああ。ちょっと紫っぽいよ。確かにね。もっとポップな色にしてよ。最後の一列ちょっと見慣れないというか新しく種類が追加されたブロック。そうだね、これわかんないね。これ新相関だけのアイテムになってます。タイル。はい、ああ。あ、確かにタイルっぽいかも、上から見れば。ます、はい。あ、タイルっぽいわ。タイルっぽいんだけど、それのまあ、階段もハーフも塀も作られてると。
ちょっとつなげてみてもいい？あ、はい、どうぞ。あー、おしゃれかもしれん。この音違うんだね。そうだね、軽い音する。音が今回力入って、最近音結構ガラスてる。そう、ガラスチック、タイル、タイルというかタップダンスできそう。石っていうよりは、まあ、ガラス、ガラスでいいの、タイルってあれ、タイルの音になってるかって感じで、で、まあ、ここに、深層岩と、深層岩の丸石と、まあ、棒を用意したので、まあ、ここに石切り台もありますし、なんだっけ、クラフティングテーブルもあるし、こっちにかまどもあるんでね、まあ、ぜひアイテム欄がいっぱいすぎて、あ、ちょっと、まあ、この前に、その前にここの3つを紹介しなくてはいけなかった。あの、ひび割れたって書いてくれたんだけど、あの、ちゃんとあります。ひび割れた深層岩レンガ、ひび割れたタイルもあります。これ模様入りか、そうそう、模様入り。これ模様入り、何の模様なんだろうね、これ。なんだろうね、確かに。サガンはクリーパーだったし、赤サガンはウィザーだったしっていうのがあったんだけど、なんだろうな、これ。え、何かシルカシュルカーのようで、そうじゃない、違う、なんか微妙な感じ、うん、よし、じゃあクラウトするか。石切り台とかだとね、結構クラウトしやすいというかね、結構いろんな種類バーって出てるから結構一つのブロック自体だと多分深層岩が一番バリエーションが広いの。深層岩だけだとできないと。丸石です、ごめんなさい、丸石です。16ブロックできるの、丸石のみっすね。はいはい、丸石とかを、まあ、普通のツラハシになりましたね。ああ、あの、深層岩を丸石でやってみると普通の石のツラハシで、深層岩を石切り台に置いてみると、あ、深層岩だとダメなんだけど、丸石を置くとね、まあ、たくさんのブロックがまだ16種類かな、ここから全部作れると一応タイルとか。なるほど。石切り台がね、結構なんか、まあ、個数の、あ、すげえも作ってるな。コストパフォーマンスが良かったんだけど、こんなにね、あの、飛ばして作れるようになってるとか、ね、すごく面白い。深層岩にはね、使いやすいものかなと思う。何作ってんのこれ、ね、何作ってんの、この虫が見てない。見たけど、のはいいかな。やばいの作ってんだよな。なんだ、ちょっとじゃあ休憩として、この一番左の簡単なブロックをやっていきましょう。一番左が、ノブリンが見事正解した凝灰岩。はい。で、この白いやつが崩壊石。生クリーム。崩壊石。あ、あったね。アメジストの周りになったやつだね。あ、はい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 。で、これが、滑らかな玄武岩。これ玄武岩はあったんだけど、もともと滑らかな玄武岩はなかったから、はいはい、初アイテムとなってます。半分しかない。一番最初だけにあった光苔ですね。あ、一応ね、明るさレベルがね、4とか5だっけな。めちゃくちゃ少し光はするんだけど、まあまあそんな光源にならない。虫にはできないけど。一応ね、一応、コップをやるとね、増殖はしてくれます。ただ、なんかツタみたいに見えるんだけど、登れはしないと。これ何かあんの？特にない。光源ってだけ？はい。ちょっと光る光源みたいな。まあなんか自然の家を作るときに使ってくれたらな。壊しても何もないと。そうだね、ハサミで回収できるけど、本当に登れないツタみたいな感じ。先行すんなって。先行すんなって。で、これさっきね、なんか伸びるみたいな、鍾乳石って言われる、ものになります。あれダメージ食らわないんだっけ、これ。降りるときに食らう。そう、降りるときに落下ダメージと追加でさらにダメージが食らうと。なってます。で、1マスだと食らわなかったりするんだけど、ジャンプしちゃうと。ジャンプも痛いと、ね。上から1マスジャンプしちゃうと、本当はこの高さで食らわないんよ。うん、2マス分かな、高さ。食らったりするんですけど。みたいな感じで、これなんで7マスまでやってるかっていうと、めちゃくちゃ確率は低いんだけど成長する。めっちゃ低いんだけど最大7マスまで成長します。自然で。でもブロック自体は置いていくと、もっと置くことはできるんだけど、自然成長は7ブロックまでだったりする。この上でジャンプしても垂直ジャンプでもダメ。垂直ジャンプでもダメージを食らう。そういうその特殊なブロック、新しいね、ダメージを食らうブロックになりました。ジャンプして登るときは落下ブロック的にはゼロだから。そうそう。で、1から食らうようになってる。1食らわないわ。あれ？あ、俺クリエイティブだった。嘘でしょ。びっくりしたよ。で、まあ、反対向きの下から上っていうのもあったりするんだけど。こっちの方が鍾乳洞のイメージっぽい。そうだね。うん。
気にならないから。成長するための、条件っていうのがあって、うん、垂れ下がってる方は自然に成長してきます、そのまま。へー。さっき下の方が鍾乳洞っぽいよねみたいな話してもらったと思うんだけど、この上向きのやつは上に、下が垂れ下がってる鍾乳石がないと成長しないらしいです、自然に。はー、このポタポタでポタポタで育つ感じ。なるほどね。イメージ的に下から出てくる。こういう状態じゃないと成長しない。なるほど。これ面白いのが見た目なんだけど、うん、まあ、本当に鍾乳洞っぽくなるよ。すごい、くっつき方わかる。本当、へえ、初めて見た。ちなみにこれさっきやってる最中に田んぼ動物見てるときに壊してて分かるんだけど、支えがないとぶっ壊れます。ああ、見た、ドロロってなったよね。あと上にも支えあるからね、お好みさんの上向きの支えどうなるかっていうと、のぼり1個壊せる。それお好みさん書いといてね。あーすごい、うわすげえ。エンティティの、あ、全部壊さないでのぼり。ストップストップ。じゃあこれね、こいつの上でジャンプするとダメージ食ったと思うんだけど、これに下入ってみようぜ。なんでためらわずにいけんだろうな。もう一つ後ろ、ここ、あ、でもいいや、はい、できてる感じで。上、もう一回、もういいよ。へぇ、取ってくるのでもダメージ。これ実は高くなれば高くなるほどまたダメージ数値が上がる。勝手に落ちてくることはない。ノブリもう壊さないで。そうだね、はい、勝手に落ちてくることはない。じゃあビビらなくても、ね、これぶつかるだけではダメージが食らわんのか。そうだね、落下の時に追加でダメージが食らうみたいな感じで、下から上ではダメージは食らいません。なるほど。はあ。でここ、中にトライデント、ほっとくまでノブリストップ、先にこっち先にこっち。トライデントだけど、トライデントがあったと思うんですけど、はい、トライデントを投げるって見てください、鍾乳石に。根元に向かっての方がいいかな。そうだね、そこのでもいいんだけど。へぇ、垂れてるやつの根元とかにね投げると風の、はい、こんな感じで。なるほどね、面白い。上がりとのトライデントでぶっ壊すことができる。もう破壊神だなお前。マジで全部なくなってくるんだよ。1個やると下は崩れない。ああ、そうだね。でこれ、へぇ、とりあえずみんな順番に回ろうね。紫と黄色お前らだぞ。こんな感じで、さっきポタポタ垂れてたみたいですけど、上に液体ブロックがある状態で、ブロックと鍾乳石があると、液体が垂れて大釜の中に溜まるようになります。おお、まあ、この中にバケツとかガラス瓶があるんだけど、まあ、普通に溜まったのと同じようにやってみると分かるんだけど、はい、回収ができます。え、ノブリンが水っていうのを飲んでます。マグマが回収できるようになったりとかしないのか。マグマはできない。ちなみに皆さんお気づきでしょうか、大釜の中にマグマは以前まで入りませんでしたと。ああ、そうか、そうだね。でバケツでマグマが捨てますと作っちゃうんですけど、はい、聞こえてるの。これ救えた。つまりどういうことですか、初めてだと思うんけど、マグマが無限になりました。あーね、あー確かにポタポタ溜まるもんね、大きいね、うん、今までねマグマはまあ、ネザーでほぼ無限だったんだけど、まあちょっと時間はかかるんだけど高地で無限になったりするから、ついに無限マグマ。一個ちょっと面白いというかいうのがありまして、まあ、誰かさっきノブリンがねそれっぽいことをしてたんだけど、誰か入らないかい。はい、あ、水水入り、知らないから大丈夫。水になっちゃったよ。水入れたか、間違えたんだが。へぇ、はい、てなわけで、これ中に入るとマグマと入ると同じダメージ食らってます。なんで、あ、だけ、だけ、だけ、水が消せるのと一緒でマグマもしっかりダメージ判定が、あと大釜消えます。そう、水消える、消えるようになった。これは元からです。これは前からっすね。あ、そうだ、これは前からです。これは前からっすね、一応前からです。これ、非常に存在感が。おぉ、へぇ、なるほど。大釜の中に新しくマグマが入るようになったと。
すごい。で、ちょっと右側がちょっと高いところで、ちょっと一旦ストップ左側行きましょう。私バンパイア、気のすっちゃっていいの、もう無理もう無理なんて、うるい子だね、試したいな。いっぱいで吐きたい、まだ絶対いけるよ。私バンパイア、ちょっとじゃあ、ガシャッと嫌な感じ、泣いて忘れたら。